こんにちは、エルコです。私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日の動画ではちょっといつもと違うものを見せようかなと思って、最近動画で特にロケで撮影している時に動画を撮影している時にすっごい気に入っている結構よく使っているマイクです。ホリランドのこれがマイクのセットです。すっごいコンパクトでいい感じです。特にまあこういうコンパクトな感じで iPhone とかで撮影する時とか、ちょっとだけ音を良くしたい外で撮影している時にもう最高です。でこれはデュアルチャンネルです。マイク2つ入ってます。プラスレシーバーで、箱自体は充電器です。こんなに面白いマーク、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。そして実際に今から生放送しようかなと思ってます。このマイクを使ってインスタグラムで生放送、インスタライブをしようかなと思ってます。ではスタート。OK、もし私のチャンネル初めて見てる人だったら、イルコです。いろんなカメラに関係する話、光の使い方、ポートレート撮影などの話普段アップしているので、初めての人だったらぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてインスタグラムもやってます。というか今からインスタグラムで生放送します。このマイクを使ってどんな風になるか私も分かんない。ぜひ私のインスタグラムも下の概要欄に URL 入ってるのでフォローしてくれたら最高に嬉しいです。ではちょっとまあここはなんか物を紹介するためのなんかライティングじゃないけど、ちょっとだけ見てみましょう。箱の中にこんな感じにマイクが入ってます。でこれがマイク1、マイク2、そしてこれがレシーバーです。レシーバーを あとねこれがカメラにつなげるためのマイクは、あ、マイクじゃない、ケーブルがここにあります。でレシーバーをちょっと出すと、ピントがこっちがいい、こんな感じでまあ、つきます。実際に出すとマイク1とマイク2の音が出ます。出ます。ピントこっちがいい。 OK、 こんな感じでマイク1とマイク2が、マイクつながってないから出ないけど、マイクを出せばこっちも多分つきます。つくと思います。ついた。マイクも認識しています。そしてもう一回の、もう一個のマイクは今中に入って、ちなみに中は磁石です。磁石なので落ちることはないです。すごいいい感じになってます。でこれをどうやるかという、今からどうするかというと、マイク今ここにつながってます。もう一個のマイクは今このカメラ撮るためにつながってるけど、すっごいコンパクトです。もうこれがマイクです。別に線つなげなくても、ピンマイクつなげなくても、これ自体がマイクなんだけど、まあ私ピンマイク結構好きなので、ピンマイクを挿して、そしてまたどっか隠します。もう完全にポケットに突っ込んで、まあ、見えないようにすればいいだけです。はい。そしてこれが、レシーバー、これがレシーバーで、レシーバー自体を今スイッチポッドの三脚を使うの私結構好きです。三脚として使うのもできるし、こんな感じで使うこともできます。スイッチポッドのスタンドでこうすれば、三脚になります。結構好きです。でスイッチポッドの横に、ここにスモーリグのシューアダプターをつけてます。そしてレシーバーをここにシューとして入れると、もうずっと目の前に見えてます、マイクの露出とか。そしてケーブルをつなげます。で iPhone に今気づいてる通りに、これ後ろに見てると、ライトニングでつなげてます。ライトニングでつなげて、そしてこっちの方に、まあ、つながってます、レシーバー。ってことは今船かよ、結構すごい音してるな。もう出発してもいいよ。これでマイクの
質は試せる環境になります。で、なんか今マイクは iPhone につなげました。そして今ちょっと iPhone、 iPhone でちょっと録画します。 iPhone のカメラをつけて、でちょっと動画今撮ってます。今はもう iPhone で撮影してます。 iPhone、12で撮影してます。その純正アプリで撮影してます。音はどんな感じなんだろう。ちょっと離れてみようか。ちょっとだけ離れて横の方に歩いてみると、音がまだ聞こえているはずです。これだけ離れててもワイヤレスマイクなので、例えばインスタライブとか何か iPhone でちょっと距離気にしなくてどこ行ってもいい感じの音で撮りたいなと思ったら普通に撮れます。このすごいコンパクトないい感じのセットで、今 iPhone から6-7メートルぐらい離れてると思います。もう10メートルぐらい離れてると思います。これでも今は、ホリーランドのマイクを使って、撮影してます。これは本当に最高。そしてまあどっかシャツに隠せば全然問題ないです。また場合によって、例えば普通にこういう感じで歩きながらちょっと Vlog 的な感じでこんにちはイルコですとかなんかやるときにもすごい役に立つ。そしてまた例えばちょっとだけ離れたいなと思ったら、例えば夜景をバックにして、でまたちょっとだけ離れると、これでも普通に音は聞こえてるはずです。こんにちはイルコです、この距離でも聞こえます。音の質が全く変わってないはずです。そして今からインスタグラムでライブしようかなと思います。これでどれだけ聞こえるか私も結構今気になるので、ぜひ一緒にインスタライブしましょう。でここの収録1回終わって、でインスタライブに行きます。今OK ってことは今からインスタライブを始めようかなと思います。多分横にちょっと入れると思います。どういう風になってるか、そして音は聞こえるかどうかちょっと視聴者さんに聞いてみようかなと思います。よし、コネクションをチェッキング。 You are now live。 OK、 インスタライブが今始まりました。何人が集まるの。インスタライブやるのが多分何年ぶりなんだろう。多分2年ぶりぐらいに今インスタグラムライブをやってるんじゃないかなと思います。もうやばい、もう30、もう50人集まってる。こんにちはやば、ちょっと今びっくりしました。ちゃんと聞こえてますか、音は。音聞こえてますか。ぜひ教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。今ちょっと変わったマイクでインスタグラムライブしようかなと思ったので、音聞こえるかどうか、200人集まってる。ちょっと待って、めっちゃ恥ずかしくな、恥ずかしいよ。音聞こえてますか、音聞こえてますか。音 OK ですか。お、よかったよかったよかった。そう、それが知りたかった。そして音が OK っていうことは、ちょっと待って、ちょっと面白いことしようと。よかったよかった。ちょっと今から離れます。ちょっと離れても音が聞こえるかどうか、試したいです。で、それを試すためにもう一つの私のインスタグラムアカウントでログイン、モザイクです。そうです、もう一つのインスタグラムアカウントでログインします。で、久しぶりの神戸、めっちゃ嬉しいです。今離れてても音聞こえてますか。今結構今離れてるはずです。多分10メートルぐらい離れてると思います。この10メートルでも音大丈夫かな、聞こえてるかな。バッチリ聞こえてる。そう、ワイヤレスマイクです。あれ、インスタライブめっちゃ嬉しいです。寒くない。いや、めっちゃ寒いよ。え、音聞こえてる。バチバチ聞こえてます。それはめっちゃ嬉しいです。よかった。そう、それを試したかった。もしこういう感じで音が聞こえてたら、なんか撮影中の生放送でもできるかなと思って、撮影している環境で例えば生放送
一緒にする今もう一つの自分のアカウントで見てます。でこれにちなみに YouTube 動画今同時に撮ってるところです。なんていうラベリアマイクですか。そう、そのマイクはどれだけ使えるかというのを動画で撮りたかったので、多分インスタライブの動画でまた、このマイクを紹介します。ホリランドのマイクです。チャンネル2つ使える、マイクです。いつもの動画オープニングスタート言ってください。こんにちは、イルコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。2年ぶりの、インスタグラムライブではスタート。でも今回はそんなに長く多分やらないと思います。今はちなみに今 YouTube 動画流れてるからね、流れてるというかピント合ってない、あった、YouTube 動画撮りながら音の遅延はありません。よかった。これなんか新しい機能かな、他の人も参加できるってことが、生放送に。こんばんは、やばい、200人も見てます。ありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。あともうちょっとだけインスタグラムライブ、近くにいる人いるかな、ちなみに今神戸のハーバーランド、今こんな感じでライティング組んでやってるけど、ライティング組んですごい、綺麗な音になるはずです。綺麗な音になるかなと思ってちょっとやってみました。で明日から東北でいろいろ撮影するので、なんか雪のロケでインスタグライブしながら YouTube ライブするのが おそらくちょっとめんどくさいかもしれないけど、インスタライブしながらなんかちょっとシンプルなんで、なんかできるかな、面白いものを見せれるかなと思いました。すごい、生イルコさんであやば、 LED ライトの電池がなくなりました、最高LED ライト、はい、復活、OK、ありがとう。なのでもうちょっとで、今日はこの生放送もうまくできてるってことはもう伝わったので、これで終わりたいと思います。音が綺麗って、много е красиво край теб. После се прибирам, ще включа после. こんなかなんか警察が。警察か、警察じゃない。とりあえず生放送うまくいったので、またこれからもちょっとインスタグラムライブをもう少し良くしようかなと思います。これで久しぶりの生放送を終わりたいと思います。そしてもうちょっと YouTube 動画だけ撮って、後で7時に YouTube にアップします。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバイ。90万はやばいよね。とりあえず後で YouTube 19時にアップするんで、ぜひ見てください。19時にアップします。バイバイ。イルコでした。これどうやるんだろう、これ、OK、これで、生放送、インスタグラムのラバ放送でも終わりました。そして途中でも私の LED ライトの電池が完全になくなってしまいましたが、この iPhone で今から、動画の最後まで終わりたいと思います。でもう一回どういうマイクを使ってるかというと、これです。これが箱です。すっごいスマート、すっごいいい感じに、スマートな感じでもうカバンの中に入って、そしてこれ自体が充電器です。 USB-C あるので、これ挿せば普通に箱を充電して、そしてマイクも充電できます。もう全部丸ごと充電すれば、丸ごと1回完全に電池なくなっても、もう1回箱に入れたら充電されて、もう1回ぐらい多分全部使えると思います。すっごい便利です。もう遠いロケとかなんかロケとかで撮影するときに、最近ほとんどこのマイクだけ使ってます。そしてもう一回、磁石なので落ちることは一切ないです。結構いい感じです。これです。これだけでも
もう音は聞こえます。これだけでも、もうマイクになってます。すごい OK。 ホリーランドのこのマイクの動画はとりあえずこれで終わりたいと思います。でこれからも多分インスタグラムライブとかいろいろアップしたりするので、ぜひインスタグラムもフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。でこのマイクの URL も下の概要欄に URL 入ってます。もし例えば今使っているマイクの電池が例えばなくなったら、もう一個出せば予備電池になってます。ある意味それもすごい便利です。ではまた次の動画で会いましょう。初めての人だったらぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。バイバイ、エリコでした。